クリミアコンゴ出血熱は、ブニアウイルスかナイロウイルス属に属するクリミアコンゴ出血熱ウイルスによる感染症であるウイルス性出血熱の一つ。自然宿主であるダニクリミアコンゴ出血熱ウイルスは、ダニ間及びダニと羊やヤギなどの動物との間で生活感を形成している。このウイルスに感染したダニに噛まれたり、感染動物の組織や血液に接触したりすることで、 人に感染する。また、動物から人への感染だけでなく、罹患者の血液や体液に触れることにより、人から人間での感染も起こる。日本では感染症法で一類感染症に指定されている。患者発生地域は、宿主となるダニの分布に一致し、アフリカ大陸、東ヨーロッパ、中近東、中央アジア諸国、南部アジアである。存在が知られるようになったきっかけは、 クリミア地方の旧ソビエト連邦軍兵士の間で1944年から1945年にかけて出血を伴う急性熱性疾患が発生したことによる。その後、1956年に今後地方で分離されたウイルスと同一であることが確認され、病名に両地域の名前が付けられることとなったウイルス性出血熱のくくりでは、 エボラ出血熱やマールブルグ病と比べ致死率は低い。ものの、流行の規模が大きいのが特徴である。出血症状を起こしているクリミアコンゴ出血熱、患者潜伏期間は2から10日。潜伏期の後、突然の摂氏40度以上の高熱、頭痛、筋肉、関節痛、上腹部痛が出現する。歯肉からの出血、鼻血,血膜炎、除脈。 下痢などの症状が現れることもある。発病後3から5日で出血傾向が出現する。皮膚に大規模な市販ができるほか、消化管出血、血尿、子宮出血が見られる。本疾患はエボラ出血熱など他のウイルス性出血熱と比べても最も出血症状が顕著と言われる。また、重度の肝機能障害を伴う。 感染しても無症状のことも多いが、発病した場合の致死率は20%以上となる。牛、免用などの家畜では感染しても無症状である。検査所見では、末梢血血液検査において、血小板、白血球の減少、尿検査において、血尿、タンパク尿が見られる。ウイルス抗原、抗体の検出により確定診断される。治療は、患者の隔離、輸液、 電解質補正、輸血などの対象療法のほか抗ウイルス剤の投与、二次感染の予防として、抗生物質の投与が行われる。ありがとうございます。